はい、皆さんこんにちは。グラブアーティストシンです。もうね、あと数日で今年も終わりですね。まあ、クリスマスまではこうクリスマスの装飾とかリースとかのね、を作ったりとかそういうことをずっと僕なんかはしてきたわけですけれども、もう今はまさにこう正月のお花真っ盛りっていうか、お正月に向けてのお餅の飾りとか、あとは門松を作ったりとか、お正月のこういう着込みをしたりとか、お正月のアレンジメントを作ったりとか、まあそういうのがもうこれからずっと1月の7日ぐらいまではずっとこう続いていくわけですね。まあその中で今日はこれからね、皆さんもこう松を生けることが多くなると思います。でこう松というとこうやっぱりこうポピュラーなのはこの若松って言われてるね、この松なんですけれども、この松をこう生ける時のポイントをちょっとお教えしたいと思います。まあ、この松普通にこう、まあ、正面これ、まあ、ぐるっと回すとね、こう正面があるんですよ。やっぱり皆さんから見てここが正面ですね。でこれが裏になります。やっぱこう正面を向けて刺す、あとはこういう枝を落として刺すっていうのが、まあよく皆さんがやってるパターンではないかと思いますが、このね、若松っていうのが実は貯めることができます。貯めるといろんな形に変化するんですね。でじゃあどうやって変化させるかっていうのをやっていきたいと思います。松使うときは必ずこう松屋根がつくんで手袋をしましょう。で貯めるっていう、まあこういうふうにこう貯めていくイメージがあると思いますが、こう若松を貯めるときは何でしょうね、少しこうダイナミックにやった方がよく貯まるんですね。もうこのまんまガバッと持って、このまんま全体をこう貯めていく、こう貯めていくんですね。こういう感じで貯めを出していきます。そうするとこのように松が、わかりますか、このように変化します。これも何回かこう貯めていきますね。でここの幹もこう貯まります。でまあこのようなね、周りに変化が起こります。こうすることによって、まあ縦にこういうカーブをつけたり、横にこういうカーブをつけたりとかね、いろんな風に使いますね。でさらにここに1本だけこう貯めて、こう角度を変えたりとかもできます。まあ、ただ本当基本的な全体をこういう風にもう指先じゃなくて手のひらでガバッと持ってこういう風に貯めていくのがポイントです。それからこう広げましょう。そうするとこうすごくいい形でね、溜まっていきますね。これを覚えておくと、覚えておかないではもうお正月のこうアレンジの出来栄えが全然変わりますので、ぜひねこちらを試してみてください。まあ N フラワーでは、まあ、こういう枝の溜め方とか枝の使い方とか、まあ、葉っぱのね加工の仕方なんかも特にね力を入れてやってますので、まあ興味のある方は N フラワーに入会してもらえれば、まあ、そういうことのポイントが全て勉強できると思います。まあ他のね流派をやってる方でも、こう枝物と葉物の、こうもっとこう知って、もっとこうアレンジの技術アップをしたいという方なんかもN フラワーは最適かと思います。ちょっとN フラワーの宣伝になってしまいましたが、今日はこの若松の貯め方っていうのを皆さんにお伝えしました。またね、次回こういうワンポイントのレッスンもしていきたいと思います。今年はこれでもしかするとN フラワー TV 最後になるかもしれません。
最後にね、ちょっとこう皆さんにご挨拶の、動画を一つ作ろうかと思ってますが、まあこれから僕もこうかなり仕事というか意気込みとかの量も多くなっていくので、その動画は撮れない可能性もありますので、そうするとこの動画が今年ラストっていうことになってしまうかもしれませんので、皆さんその時の良いお年をお迎えください。また言うかもしれませんが、それはご愛嬌ということで、ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time。 良くなったら OK です。逃げ恥恋ダンス、すげえ難しかったぜ。じゃあな。